皆さんおはようございます。はい、おはようございます。レイブンです。ヤタガラスです。いやいや、激寒、激寒ですね。激寒だね。このね、青空はめちゃめちゃいいんだけどね、はい、雪ね、うん、これが白馬ですよ例年よりはすごいかもね、もしかしたらね。ですね。なんか朝起きるたびうんざりしますよね。うちトイレ凍ってるからね。ウォッシュレット出ないみたいだね。もう本当に参ってるわ、毎朝。いや、本当。だってさ、この間白馬でマイナス17度だよ。やばいっすね、それは。いや、どんだけ寒いんだよ、これ。本当に。まあね、今日は、うん、まあこんなんなんで、はい、とりあえず今のね、はい、メドウ&ボーダーの現状と、はい、あと、昨日ね、はい、今まで生産したバラのスタンダードとか、はい、その辺が今どんな状態になってるのかっていうのをね、うん、皆さんにね、見ていただければいいかなと。白馬のリアルを。そう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 。ザリアルだよね。ドキュメンタリー。そうだよね、あの例のサンクチュアリシティの中もね、はい、どうなってんのかなっていうね、うん、ちょっと見れればいいよね。まあそんな感じでね、今日はね、今の現状っていうのをね、はい、見ていただければなと思いますんで、はい、お付き合いください。はい、本日も一日よろしくお願いします。お願いします。レイブンがメドウ&ボーダーに歩き出しました。足が相当重そうですね。近いようでね、これ結構距離あるんですよ。相当深いですね。あ、なんか掘ってますね。相当辛そうです。埋れてます。あ、アリウムを支柱があったみたいですね。完全に埋れてます。真っ白すぎてもう列も何もわからないですね。いや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 、雪原ですね。ちょっと髪取っていい？はい、取りますか。いやー、きついね。いや、相当降ってますね、これ。あー、これはすごい。山を取って取ってよ。すげえ綺麗じゃない？景色は綺麗だけど、うん、うちらの目処どうなったって感じだよね。すごいわ、酒屋がやったみたいじゃない、この模様が。あ、ですね、なんかちょっとね、酒屋がやった、お前壁紙みてえだよ。うん、なんかすごい、なんか自然に模様ができてるんですよね。いや、自然の力を感じますけど。こんな感じですよ。シュールすぎるだろ。まあこんな感じだな。とりあえずも何にもできねえな、ここはね。あ、これ無理っす。あ、これ無理だな。無理っす。戻ろうぜ、これ。ダメっす、これは。はい。もう現状がこういうことだってことだよね。はい。じゃあ戻ろう。戻りますか。はい。やっぱさ、はい、あの例のスタンダード、はい、継いだやつあるじゃん。はい、なんとか軒下には入れてあるんだけど、はい、ちょっと見てよ。あ、ここですね。うわ、見るからに寒々しいですけど、まあ、一応雪はなんとかな、ここぐらいまで止まってるからギリギリだ。はい、ただこんだけ霜ついちゃってさ、はい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 、ダイヤモンド出すとかっていう感じだけど、綺麗は綺麗でも見てみる、これでも生きてんだよ。なんとなく見える、赤いじゃん。はいはいはい、これなんだろう、ルブリフォリアかなんかかな、多分。この目はね、赤いね。
すごいですね、これでも生きてる。生きてんだよ。で、逆サイドちょっと見に行ってみようよ。はい。てぃーん。雪の壁が押し寄せてますね。合ってるでしょ、これ。スタンダードがなんとか顔を出してますけど。なんとかだよね、ほんとにね。ただ、例のレッドウィング、はい、ロッサンオシメンシスクセラカンサー、はい、何にも切ってないんだけど、はい、まあ剪定すると花咲かないから、うん、ギリギリね、雪が当たらず、はい、うん、ちょっと凍ってる場所あるから。ただね、これ実は下、はい、バラ実は全部割ってんだよ。ちょっと見える、知らんできる。あー、ほんとっすね。こんな状態なのよ、だからここは結構いってるかもしんない。あー、かなりね、高さが相当埋まってますからね。これ以上増えると厳しいかもしれないです。お前第2波とかさ、はいはいはい、のオミクロン3波6波だっけ、はい、もう3波来たらもうアウトだよ俺こっちは。ですね、まだ冬長いですからね。吐けばこっからっていうのもありますから ね、はい、序章でさ、ですね、この状態だもんな、はい。でそのこの辺はまあ普通の宿根草なんかが、うん、トレーでみんな埋まってんだけど、はい、まあ、これはまあそんなに問題ないんだけど、うん、やっぱ木がね折れたらな、うんうんうん、俺の大事なあのコニカ、ああの、はいはい、あの辺にあんのよ実は、埋まってるけど生きてるかな。そう、まあこんな状態。じゃあ例の最後のさ、はい、あの、はい、サンクチャリシチュー、あーちょっと見ますか。うん、行ってみよう。いや、三角支柱、サンクチュアリ支柱ですね。三角部分がね、もう全く見えてないんですけども、ちょっと掘ってみますね。雪が重そうだな。これね、あのコニファーですよね。フィセアプンゲンスのパッドアルバートという品種が中にてはいるんですけども。どうなってるんですかね。お、やっとちょっと見えてきましたね、三角部分が。パッと見折れてはなさそうですけど、にしても相当深いですね。これおかしいでしょ。あー、これは深いですね。深いよこれ。カメラじゃちょっと分かりづらいかもしれないですけど、相当深いっすよね。パイプの長さも見えたよ、見えた。1メートルぐらいあるはずだから。あ、そこが見えました。この石が、石をあるんだよね。はい。あー、深いっすね。レイブンの腰ぐらい木が、ね、で、中身、中身ほら見て、はいはいはい、雪が侵入してないでしょ。入ってない、ね、うん、これさっきこうね、掘った時に入っちゃったやつで、はい、なんか全然侵入してないのよ。うん、ほんとっすね。いいでしょこれ、ほら綺麗に。うん、でしょ。うんうんうん、これよ、聖域。この雪でも耐えてますね。耐えてるでしょ、うん、すごいっすね。近くになんかありましたよね。え、何。グロボーサあたりをなんかありましたよね、この辺。あ、プンゲンスのグロボーサ、はい、うん、あったね。全然今見えないですけど、どこだっけ。あれはね、グロボーサーね、90センチの支柱をしたのよ。あ、ちょっと低めだったっすもんね。で、90で支柱すると、土の中に、まあ、10銭、20銭は入るわけじゃん。うん、そうすると、6、70センチの支柱にしかなってないから、うん、ちょっと当たってみる？ちょっと当たってみてもらってもいいですか？コキ、使うなよ、お前。この辺だったかな。全く現状、見えてないんですけどね。この辺？ですかね。斜め向かいぐらいでしたっけ。あった、あ、今削ったもん。なんか先端部分は見えてますよ、カメラで。あったあった、これこれ。先端部分が今見えました。あ、やばいやばい。
あのさ、サンクチュアリシチューは雪は大丈夫だけど人はダメだからね。溺れた溺れた。見えてはいますね、こっちの辺は。いや、いや、やれやれだな。上太郎すぐ出ちゃうね。やれやれだって。上長ね、上長ですね。あったかな。この下が見えたけど。はい。あ、本当だ。グラスが、あ、そうそう、カレックスが隣に。あ、見えました。ちょっとね、下はこう空洞になってるの。本当だ。でもすごい格好してますね、レイブも。もう自衛隊だな。相当すごい格好してる。行けるか見えるかな。こんな、お、お、あ、見えるかな。結構縛ってあるから。あー、でも見ますね、見ますね。ね、全然、はい、全然大丈夫でしょ。そう。これよ、これ。これを皆さんにね、ぜひぜひっていうところで、ね。ただこんな環境はあんまないよね。残念ながら。そうっすね。こんだけ降ってくれればなんかやった意味あるわって感じするもん。埋めとこう。そうっすね。ちょっと埋めときますか。そう。よし。自分が埋まっちゃう。こんなんでいいか。はい。オッケー。あとはあんな感じでね。まだ見えてるね。ですね。大きい木はまだ。それはあのアメリカ花尾像のフォレストパンシー。はい。そんな感じ。あれがまあ一応桜になるんだけどね。あ、うん、あれが LA の庭とこ。はい。あのブラックレースだっけ。ああ、はい。あれはルスティファナ。あんななっちゃった。あれ縛ってないからね。ああ。しかもちょうどこうお椀みたいになっちゃって、はいはい、そこに雪が溜まるから。ちょっと怖いんだけど、うん、まあでもこれ結構剪定はしたから、うん、太いの枝がありますからね。そうそう、多分大丈夫だと思う。うん、もう目がーって感じだよね。しばしばするな。秋田のムスカみたいな。目がーって。で早く溶けてくれることを、そうだな、期待してますけど。ああ。